クロンの実際のスライダーの動きを紹介したいと思います。まだね、届いたばっかりで、全然使い方が分かってないんですけど、まず今、このスライダー、電源が入ってない状態です。で、電源を入れるためにはですね、これは、このバッテリーがあるんですけども、このバッテリーを、それぞれ、駆動部分に入れてあげると、これで電源が入る状態です。で、アプリの動きも実際に収録して見せたいと思います。まずここでスマートペアリング選びます。そうすると、この今もう同期されましたけども、この実際のここにあるスライダーとこのアプリが、このアプリがですね、同期してます。で、スライダーは実際ここにこういうふうにスライドさせると動きますね。で、パン&チルトも当然します。これ縦にした方がいいな。パンして、パンはここのモーターでしてます。で、チルトは、どっか干渉してる？これね、取り付け位置が悪いですね。少し後ろにずらします。よし。で、チルトはどうだ？うん、今度は大丈夫ですね。なので、まず、このカメラでこのキノコくんを撮りたいので、一番最初に、逆。ここから録画すかな。まず、キノコくんに焦点が合うようにして、白いキノコにトラッキングします。で、今もう録画開始してる状態ですけども、ここからですね、スライドをしてって、この僕から見て左手から右手まで一気に最大幅行きたいので、まず、最大幅行って、あ、やり方失敗したな。まあいいや。これで、ここにあるポーズ位置を長押しします。そうすると、ここに記憶されて、本当はさっきの位置で記憶しとけば、ここからずっと動いたんですけど、失敗したので、失敗した、使い慣れてないので、まだ。一回戻します、元に。トラッキング解除になっちゃう。はい、ここスタート位置なのでスタート位置にして、で今さっき設定したこの場所までここを触ると動くので動かしてみます。あ、録画になってますね。はい、最初はゆっくり行って、でだんだん加速しています。今の動きは最大速度の 90% です。で、最後もゆっくりと。ここの、ゆっくり加減も、ここのスライダーを動かすことによって、こっちに行くと急激になるし、こっちに行くとよりゆっくりになるし、スピードの調整はここのスライダーですね。今はだいたい 90% ぐらいのスピードでやったんですよ。100% のうちの9割ぐらいのスピードで。
まあ、ゆっくり撮りたいときはこの 10% にするとかすることで、まあ、任意のものが撮れます。もう大体基本的な動きはこんな感じだと思うんですよね。ここからいろいろ勉強して面白いこともしていきたいと思いますので、まず今日はここまで、今日はここまでにして、もっといろいろ勉強して面白い絵を撮りたいと思います。こんにちは。もう最後になりましたけど、初めてご覧いただいた方は、はじめまして、映画と言います。普段は北海道の札幌のですね、南西南隣にある喜茂別町という人口2000人の小さな町で、生活している様子を Vlog でお届けしています。毎日ですね、今310回目ぐらいまで動画進んでると思いますけど、毎日更新にして300日ぐらい経ちました。これからも毎日朝6時に更新続けていきたいと思います。今まではこの辺の生活情報が中心となった Vlog が多かったんですけども、これからはこういうカメラの撮影機材とか、まあ、明日ちょっと面白いレンズが届くんで、それを使った撮影だったりとかっていうことも少し増やしていきたいと思ってますんで、今日ご覧になっていただけて、まだちょっと未熟な面がかなりありました。今日もこれ届いたばっかりだったんで、よく操作も分かってなかったんですけども、これからだんだん勉強して面白いものを撮りたいと思ってますんで、よろしかったらチャンネル登録をしていただいて、この動画も高評価をいただけるとすごく嬉しいです。また見に来てくだされば幸いです。ありがとうございます。